こんにちは、宮古島です。今日はですね、2019年の1月21日に香川県の高松市で逮捕された女性のお話をします。この女性はですね、高松市の自宅で13歳未満と知りながら12歳の男の子とみだれな行為をしたということですね。男性が女性をっていうことは結構多いと思うんですけれども、女性が男性をっていうのはかなり珍しいですよね。またパクられた女性の方が22歳という若さだったということ、あと容姿がすごい良かったということ、それで覚えている方ももしかしたら多いかもしれないので、その話してきます。逮捕されたのはこの女性の方で、罪名が強制性交罪。強制性交罪というのは昔でいうところの強姦罪にあたるものでして、刑法の中身が改正されたとともに罪名の名前も変わったということですね。僕弁護士じゃないんで詳しいことは分かんないんですけども、確か昔は申告罪って言って、その被害に遭われた方が自分からその訴えを起こさなきゃいけなかったんですけれども、今はまあもうちょっと簡単に起訴できるような仕組みになっていたような気がします。まあ定かじゃないんですけれども、まあ興味ある方は調べてみてください。ちなみに申告罪で思い出したんですけれども、人を殴ってしまう、傷害罪ってありますよね。それを申告罪だと思ってる方が、多くてですね、例えば喧嘩しました、ぶっ飛ばしてしまいました、でお金を払って示談をして、被害者の方がじゃあ許してやるよっつって警察に被害届を出したものを取り下げたとしても、もしくは事件化されてて刑罰を望まないっていうふうに被害者の方が言ってる場合でも、おまわりはパクることもできるし、そのまま悪質な場合には起訴することもできます。だからよく示談して取り下げてんのになんでパイになんないんだっていうようなケースもたまにあるんですけれども、それは傷害罪は申告罪ではないからということになりますね。まあ弁護士じゃないから詳しくわかんないですけど、傷害罪は申告罪ではないのは確かです。まあ、申告罪について興味がある方はいろいろ調べてみてください。でこの事件に関してのことになるんですけれども、13歳未満の場合に関してはお互いの合意があったとしても、暴行とか脅迫がなかったとしても、多分青少年の育成に関する法律だとかなんだとかで、そういうのに関係なく罪になるということですね。でこの容疑者の方とその少年は確か荒野行動とかなんだとかいうオンラインゲームがあるのかな、知らないけど、で知り合って、遠路はるばるその小僧が福岡だったのかな、福岡から香川まで、その小僧はスケベな顔して、毎回遠路はるばる行ってたっていうことになりますね。僕あの過去の動画で、まあ、可愛かった犯人シリーズみたいなのやってるんですけれども、もしかしたらこの子が一番今のところ可愛いかもしれないです。これね、女性と男性が逆だったとしたらもうこれ大変ですよ。もうロリコンやろうとかなんなんとかめちゃくちゃ言われて、でも犯人が可愛かったからいいな羨ましいなみたいな感じになっちゃってるっていうことですね。このスケベな小僧なんですけれども、お母さんかなんかに会いたいよ忘れられないよとか言って未だに言ってるらしいんですよね。まあこの小僧は多分もう一生分の運を使い果たしてしまったっていうことになるんですかね。もうだんだんね、俺みたいにおっさんになってって、まあ誰からも相手にされなくて、どんどんね、寂しい人生をね、過ごすようになっていくんじゃないかなと、勝手に、思っております。まあ別にね、俺はね、羨ましいとかね、全然思わないしね。まあしかしね、この女の子もね、顔がこれだけネットに出回ってしまったら、なかなかね、世間からは冷たい視線を浴びて、生きづらくなってるんじゃないのかな。まあ別に、しょうがないからね。困ってるんだったらね、俺が付き合ってあげてもいいんだけど。別に俺が可愛いとか好きとかそういう風に思ってるわけじゃなくて、まあ誰も相手にしてくれないでしょうからね。かわいそうだから、しょうがなく、俺がね、付き合ってあげてもいいんじゃないかなと。思ったりもしてるんですよね。かわいそうだからね。まあそういうことで、かわいい犯人シリーズは、まあ、これからも見つければ続けてます、いきますけども、この子かわいいんじゃないの、他にもかわいい子かわいい犯人いるよっていうのがあれば、教えてください。コメント欄に書いてください。お待ちしてます。宮古島でした。ネタがねえよ、ネタが。